チャーマラージャ11世は、南インドのカルナウタカ地方、マイソール藩王国の君主。ジャヤ、チャーマラージェエンドラの名でも知られる。1940年3月11日、父であり、マイソール藩王国王大使であったカンティーラバ、ナラシンハラージャが死亡し、おじで、藩王クリシュナラージャ4世の養子となって、王大使となった。同年8月3日、クリシュナラージャ4世も後を、 おうに死亡し、チャーマラージャが、チャーマラージャ11世が、反王位を継承した。1947年8月15日、インドパキスタン分離独立時、マイソール藩王国はインドへと帰属することとなった。これにより、実に500年に及ぶ歴史を持つマイソールの王朝は終わりを告げた。とはいえ、実際に藩王国が併合され、 チャーマラージャ11世がその主権を失ったのは1950年1月26日のことである。併合後、同州を中心とした地域はマイソール州となり、彼は同州の半王知事に任命され、1956年10月31日までその地位にあった。半王知事が廃止された後、同年11月1日から1964年5月3日までは、 マイソウル州知事、5月4日から1966年6月25日までは、マドラス州知事であった。知事退任後、1974年9月23日に、チャーマラージャ11世は、バンガロールのバンガロール宮殿で死亡した。枚数は5ハット、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 枚数は5。ありがとうございます。